よし、これでいけた。こんにちは。はい、急な、ちょっと急に始めてすみません。はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はいごめんなさい、めっちゃ前髪気にしてる。今日もショールームをちょっとだけやります。まあ言うて11時半ぐらいまでになると思います、おそらく。やべ、あれやってない、ちょっとごめんね。これ OK。 今日はね、チームメイトの9周年記念公演があります。あ、入るから楽しみ。やった、ありがとうございます。今日劇場に見に行くよっていう方いらっしゃいます？あ、はーい、やった。あ、外れちゃった方もいらっしゃる。今日はね、多分下手にいることが多いので、もし、まあ参考にしてくださったら嬉しいです。そうね、まあやばい、もう何の話すればいいか分かんなくなっちゃったやべえです、やべえですよ。でも今日のセトリは本当なんか、うわー懐かしいってなるセトリなので、
そう、私的には結構いいんじゃ、いいなって思うから。そう、もうまあチームエイトの歴史が詰まってるかも、まあ、チームエイトのでいいのかな。まあそうだね、そう歴史が詰まってるんで、あ、今日の朝ツイートね。それ、エイトがやらねば誰がやるの？ん？の時のやつです。今日の髪型どうしよう。まだお代理に聞いてないんですよね。まだお代理に会えてないからさ。あんまり人とかぶ、メンバーとかぶんない髪型がいいなとは思うんだけどね。そう、高めのツイ、あ、絶対やりません。でも久しぶりにお団子とかはありだよな。お団子はほとんどしないんですよ。崩れるのが怖いからさ。そう、なんかお団子にすると崩れるの怖くて集中できなくてね、もうお団子はやらないって決めたんですよ。そう、まあ、やらないというか、お団子やるとちょっと集中できないから、そう、しばらくはやめようって思って、もう4年ぐらいやってない。いや、投票じゃない、今日はお代理に決めてもらうんで、ごめんなさい。まあ楽しみにしててください。
なんでかっていうと、お代理は私を、あのお代理とあやねが私をプロデュースしてくれてるんでっていう時があったんですよ。だからそう、お代理に聞いてる何すればいいみたいな。そう、どんな衣装かも楽しみにしてていいのかな。あー、それは楽しみにしてていいんじゃないかな。まあ、今日は朝にね、一踊りしてきてお腹が空きました。はい、でまだちょっとお腹、ご飯食べるには早すぎるんでちょっと待とうと思います。そうね、今日はハンカチ持参してください。はあ、もうずっと何話そうしか考えてない。どうしよう。まあ今まで結構チームエイトのね、記念日に劇場で周年公演すること多かったんですけど、活動休止前は今回、活動休止前は今回最後なので、楽しめたらいいなって思いますね。次にお休みとルンちゃんの公演かぶったら絶対行く。来てほしい。あれかな、どうなんだろう、今月末のコンサートとか。みんな今月末のコンサート行きますっていう方いらっしゃいますか。あー、昼夜どっちも行くよっていう方もいらっしゃったら、行けないっていう方もいらっしゃる。ピヤンピヤンピヤン。ぜひコンサートでも探してください。コンサートってさ、もう会場も広いし、もうこんだけしか見えんやんか。もうそやけん、どうすれば私って分かってくれるんだろう。まあ、基本的に私は本当ハーフアップのストレートしかやんないんだけど、そう、
でもコンサート当日はハーフアップストレートで行こうかな、じゃないとわかんない今日全然違う髪ですって言われたらもうどれってなっちゃうからさ。それかひたすら中二やけんね、やっとけばわかる。できない曲とかどうしようって話なんだけど。そう、でもなんかやっぱなんだろう、初めてそのチーム8じゃない AKB のコンサート私が出てるの見て、結構なんかルンちゃん節があるじゃないけどさ、なんかすごいルンちゃんだなってわかるあのパフォーマンスって言われて、あそうなんだ、自分ではよくわかんないんだけどそうなんだったら金髪にしちゃう、いや金髪しよっかなやらないけどね明るい髪とかにしたら絶対わかるよね。金髪は難しいから青とかにしよっかな。いや水色とかの方がわかりやすいかな。でもね水色とか絶対似合わない、私何色は似合うんだろう。そう、何色だったら似合うと思います、私、まあ、染める予定とかも全くないんですけど。そう、染める予定ないのに聞くまあでも毎回言ってるけど、いずれやりたいのはアイドリッシュセブンっていう作品の、あの、まあ、男性アイドルグループの作品なんですけど、あのリバーレっていうグループのももちゃんの髪型と髪色をいつかやりたいなとは思ってる。でも青いけそうじゃない、わかんないけどさ、私青色は自分で似合うんじゃないかなとか思ってるんで似合うんじゃないかなとか思ってるんでつって、まあ染める予定ないんですけどね。まあ、ももちゃんかでもそう、ももちゃんの髪型はね、死ぬまでにはやってみたいんだよね。そう、でもやっぱちょっと染める勇気はないですね確実に髪へのダメージはあるから、どうしても。そう、マジで勇気はいる確実にダメージを受けるから、そう、ハート、 これしたら頭からハート生えてくるみたいな。
これであの葉っぱが生えてきた。あれなんて言うんだっけ、この葉っぱなんだっけ、あれ双葉、双葉、双葉花かっぱ、私花かっぱ結構見てた。そう急に話し始めたけど、花かっぱはよく見てて、 NHK さんのね。高校生はあれだ、わかんないけど中学生高校生とか見てて、で、あの高校生の時同じクラスにいた隣の席男の子だったんですけど、そしたらだいたいキャラクターどんなんのか言ってくれれば名前言えるよみたいな、俺花かっぱ見てるからさみたいな。そうで、私も名前あんま覚えてなかったから、あーそんな名前だったねみたいな話してたら、後ろに座ってた女の子が、高校生で花かっぱの話するとかやばすぎでしょって言われたそう、でもなんかやっぱちょうどいい時間なんですよ、花かっぱやってる時間って。学校から帰ってちょうどいい時間にやってる、本当にだいたい6時とかからじゃないやってるの、ほんとちょうどいい時間なんですよ。だから見ちゃうね。あれって再放送なんだっけ、一日の。なんか朝にもやらない、花かっぱ。そんなことない、ゼンマイ侍枠じゃない、そんなことない。あ、5時台、あ、今は5時台か、まあ、じゃあ5時ぐらいなのかな、ちょっとそこまで覚えてないからね。だよね。え、どうなんだろう。てかおでんくんってさ、もう放送されてないんですか。あれも確か NHK さんじゃなかったっけ。おでんくんって終わったんか。おでんくんよく見てた、あんま覚えてないけど。してないんだ放送。ビットワールドって放送されてます。ビットワールドだったっけ。中学生の頃によく私天才テレビくん見てて、で金曜日はビットワールドだったんですけど、それを見てた。クインテッド見てたよ。ちょうど私クインテッド世代で、でもあの中学生ぐらいにはフックブックルをやっとって、クインテッドじゃないってめっちゃ衝撃的だったあれ。でなんだかんだで見てました。オープニングは歌える、寂しく歌えんけど。そう、幸せはいつも後ろからっていう歌詞のね。ね、中学生の頃はね、そうですね、だいたいアニマックスちょっと見たら NHK さん見てましたそう。いやでもアニマックスもうやってなかったんだっけ。なんかアナログが終わると同時に見れなく、あの見方わかんなくなっちゃって、多分見、でも中学生の頃はまだ見れてたんだよな、中1中2ぐらいまでは。そうで途中で見れなくなってから NHK さん見始めたのかな、ちょっと微妙ですけど。そうね、ミミカルミミ、ん？マジカルミミカ、え？マジカルミミカ、ミミカだったっけ？多分そうだと思う。ミミカは見てたし、あのマインちゃんも見てた。懐かしいな。でもその後のなんだっけ、その後なんかな、あれ料理戦隊クックルン、クックルンやっけ？もうちょっとだけ見てた。
でもなんか久しぶりに見たら、あれなんか変わってる、なんか3人組がなんか変わっとるかってなった。あ、アニマックス自体までもやってるの知ってるんですけど、うちが見れなくなったんですよ確か。そう、うちがね、なんかアナログでしか見れなくって、アニマックスが。でアナログ終わったじゃない、それと同時に見方が分かんなくなったんですよ。そう、クックル見てたのは完全に中学生だな。今そこの枠って何やってるんだろうね、もう見てないからさ。でもそういえばあれだもんね、いないいないばあのウータンって卒業しちゃったんだよね。ウータン大好きだったな。でもなんかウータンってずっとやってるわけじゃなかったんだっていうのも思いました。そうね、だから、まあ、卒業あるんかって思って。でもあの女の子いるじゃん、あの女の子が私の世代だと誰だったのかが分かんないんだよね。そう、あんまり歌のお姉さんも誰だったか覚えてなくて、あの体操のお兄さんは覚えてるんだけどね、歌のお姉さん思い出せないんだよね。だからこの人だよって言われても、ああこの人だったってならなくって、体操のお兄さん覚えてるんだけど。そう、でもいないいないばあは完全に幼稚園の頃に見てましたね。幼稚園行く前にぐるぐるぐる、うん、ぐるぐるドッカンでしたっけとかやった記憶がある。でもそれって幼稚園間に合うんかなって思ったんやけど。そう、名前聞いても全くわからんのよマジで。そう、てかもうそろそろ半かな、もしかして。時計がない。あ、28分か。まあそうですね。でもそう、マジでパワーワップは本当よくやってました。もう名前を忘れてパワーワップしか言わないっていう。じゃあまあ今日は一旦ここら辺で終わりにして、多分夜もちょっとだけだと思うんだけど配信はしよっかなとは思っているところです。また配信するしないとか、何時からしますとか、今からしますとか、また755でお知らせするんで、もしよかったら見てくださったら嬉しいです。じゃあランキングを読むよ。13位から13位 YK さん、12位ガウリーさん、11位タクトさん、10位がマサヒロショさん、9位ドクタケさん、8位ナナタさん、7位マモさん、6位ロミツさん、5位カリネコテも好きだよさん、4位アキラ787方言営業中さん、3位カラスのカーコさん、2位アーティーさん、1位がハヤちゃんさんでした。それじゃあ今日の周年公演頑張ります。じゃあまたね、ありがとうございました。またねー。